中心に折り目をつけます。中心に合わせて4つの角を折ります。もう一度中心に合わせて折っていきます。さらにもう一度中心に合わせて折ります。今折った先端を3分の1くらいのところで外に折ります。4辺とも同じように折ります。次に内側の中心に向かった4枚の角をそれぞれ今折った角の内側に収まるように折ります。内側の中心に集まった4つの角が今折った角の内側に収まるように折ります。一番外側にある折った部分をつまみながら内側を広げて箱状に形を整えます。
角籠の出来上がりです。